こんにちは、速稼塾の久保です。そして YouTuber として今日は放送させていただきます。昨日ね、一昨日か、宮迫さんが YouTube の方に動画を上げられましたね。それから島田紳助さんも YouTube の方に少し出ておられました。芸能人の方も YouTube にポロポロ出てくることを、まあ皆さんもね、ご覧になると思うんですけども、これはある意味 YouTube が認知されてよかったなっていうふうに明るい兆しでもあるんですけども、反面ですね、私なんて弱小ですけども、コツコツと YouTube の世界でやってきた身としてはね、ものすごく嫌な面もあるんですよね。それは私たちがコツコツと信頼を積み上げてきた本当素人集団の YouTube っていう世界が育った時に、これからよしバブルだぞっていう時に芸能人がサッとやってきてですね、全部を刈り取っていってしまうっていう形なんですよ。で、今まで芸能人の方っていうのはどちらかというと YouTuber を素人の集まりとして見下してきたところがあると思うんですよね。で、YouTube 自分でも見るくせに、まあこいつらはテレビに出れないやつらが俺たちの真似事してるんだよみたいなね。確かにそういう面があるんですよ。そういう面があるんですけども、普通の人の普通のコミュニケーション、普通の人の発信ってものをせっかくね、楽しめる時代になってきたのに、人工的に作り上げられたタレントというね、バイアスがまたこの YouTube って世界をね、本当面白くないものにしようとしてるんですよ。最初は面白いと思いますよ。最初は面白いんですけども、結局バラエティってものになってくるんですよね。だから私としては、まあずっとね、私たち普通の人の場所であってほしいなっていうところもあります。それは純粋にそういう場所として YouTube が守られてきたっていうところもありますし、もう一つは自分のポジショントークですよね。自分の YouTube っていうものを有利に使ってきた面が、これからはそうではなくなっちゃうなというところがあります。まあ、ですので YouTube の可能性に気づいていながら今までね、なかなかできなかった方はもっとチャンスがないってことですよ。だから YouTube に芸能人が入ってくれば、それなりに YouTube の認知度が上がってね、楽しくもなるでしょうけども、もう発信者に回る機会っていうのがまた奪われそうだっていうことなんですよ。報道っていうのは私たちの権利だと思うんですけども、その権利がもしかしたらこれからまたね、失われていっちゃうんじゃないかなっていうふうな気がしますね。まあ山根さんがね、今回動画上げてくださって、これから YouTuber どうすればいいのかってことがあったんですけど、私もね、 YouTuber としてこれからね、どうすればいいのかってことをまとめたものがありますので、今度ねこちらの方を、放送させていただきますんで、皆さんよろしくお願いします。ちょっと最近は喉の調子が悪くてね、あんまり長いトークができないんですよ。すいません。それでは失礼します。